わるまでは竜に手出しはさせねえぞ。バリケードが破られた。くそ、入り込まれたらおしまいだぞ。待って、様子が変だ。攻め入ってこねえ。こんな時にメガネが。どうしたのマルエ。これは雪平相馬対エーザーエツヤの直撃は3対0で雪平相馬の勝利となりました。相馬くんが勝った。なんで雪平十傑第九席を本当に倒しやがったか。もし席次をかけた直撃だったら A さんももっと本気になってたかもしれないけどな、雪平相馬。よう意識、ずっと書類整理で詰めてるな。けどいいのかよ、お前の寮が潰されるって状況なんだぜ。こんなとこで防寒決め込んでて。極性寮は潰されませんよ。相馬くんは知っていますからね、料理人の価値は皿と皿でしか測れないことを。僕が見込んだ彼ならば叡山くんの八百長なんてたやすく覆せるでしょう。むしろ重要なのはその先、真の戦いはそこから。その手はずを何としても整えておかなければ。どうやら一色が想像した通りの展開になってきやがったぜ。強制退去は中止ね。おお、連中帰っていくぜ。ざまみやがれ。極性量はもう壊されないんだな。ただいま。一人で勝手に直撃やらかしやがって。何の相談もなしか。おら無茶しすぎよ。本当にバカだ、無謀だ、アンポンタンだ。心配してたんだよみんな。でもよかった、本当に本当にありがとうユキヒラ。相馬くん、お帰りなさい。おい、しかしどうやってエーザンエツヤに勝ったんだよ。いや、いろいろあってさ。